四角豆は豆か四角豆族の多年層。熱帯アジア原産。実の断面が、ヒガのついた四角形なのでこの名前がある。学名の種商名も四角形に由来する。沖縄では、ウリズン豆、四角マーミ、日本本土では、琉球四角豆といった商標で種苗が市販されている。ビルマやインド、インドネシア、パプアニューギニア、日本の沖縄県や小笠原諸島などで、 商業栽培されており、日本本土でも家庭菜園や緑のカーテン向けに栽培が広まっている。長さ15センチメートルくらいの若い鞘を煮たり、炒め物や揚げ物などにする。軽い苦味があるものの、さっぱりした味で癖がなく、歯ごたえを楽しめる。鞘だけにとどまらず、花や葉、熟した豆、そしてチゲコンも食用になる。在来品種は単実性が強く、特に、 沖縄県以外では開花結実する時期に気温が足りないため露地栽培は難しかったが沖縄の夏の野菜不足を補うためにも1980年代に旧農林水産省熱帯農業研究センターによって新品種ウリズンは夏でも開花結実するように改良研究され栽培が奨励されたウリズンとは潤いはじめの琉球方言で旧暦の2月から3月頃を さし、春分から沖縄の梅雨入り前までの時期を表す言葉である。種の巻き時は、団地が4月下旬、中間地が5月初旬、冷涼地が5月中旬となるが、寒さに弱いので、沖縄以外では、苗の状態で植えた方が良い。成長も7月に入ってからの方が良好である。近年は5月下旬、6月にかけて、苗の販売も各地のホームセンター等で行われており、 成長期が成果と重なることから、家庭菜園でも、より栽培しやすい状況となっている。だが、品種改良されたとはいえ、本州などでは、寒さのため開花欠実が芳しくない場合もあり、注意が必要である。ありがとうございます。